はじめまして、この度丹蔵塾チャンネルに新しく加入することになりました西虎太郎です。よろしくお願いします。多分西虎太郎って一体誰だみたいな風に思われる方も多いと思いますので、軽い自己紹介をしておくと、自分は2018年まで、日本国内そしてヨーロッパのプロチームに所属してプロロードレーサーとして活動していたんですけど、22歳で引退してから今まで大学進学を見据えて浪人生をしています。で、詳しい経歴であるとか自己紹介に関しましては別の動画で出していますので、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらのチェックをどうぞよろしくお願いします。でもやっぱりこう2年弱も浪人生をしているともう見てわかるようにですね、こうお肉がついててもうめちゃめちゃ太ってきたっていうのと、やっぱり体動かしたいなっていう風になって自転車乗りたいなって思い始めたのと、あとはまあこう大学に入って競技復帰したいとか、あとはまあ丹蔵さんも出てましたけどインカレロードレース出てみたいなとか、まあ、そういうところもあるので、もうまさに今日からトレーニングを再開しようかなって思います。でトレーニングを再開するにあたって、もう2年弱も自転車から遠ざかってて、もうサドルにまたがったの多分2回か3回ぐらいなんですけど、もう体力レベルで言うならもうかなり落ちてて、でそういったところからまたトレーニングをして強くなっていくっていう過程になるわけですけども、その過程の中で、プロ選手として得てきた経験とか知識ノウハウを、お伝えしながらその過程を見せていくことができればなって思います。一体どんなトレーニングをするのか、またどうしてそういったトレーニングをするのかっていうのも含めて紹介できたらなと思います。これから、どんどん強くなっていく姿を見せられるようにですね、トレーニングもそして勉強も、まあ、勉強メインにはなると思うんですけど、まあ、両立できるぞっていうところをこの動画を通して、このチャンネルを通して証明することもできると思うので、まあそこら辺も含めて頑張っていきたいと思います。ではトレーニングの方に向かいたいと思います。はい、というわけで今日は1日目のトレーニングもまさに初日のトレーニングのわけですが、皆さんの前今動画では、ちょっといかつめのアンパンマンみたいな僕が自転車に乗っている貴重な動画が流れていると思います。今日はまあ初日なので、これからどういったトレーニングをどんな風にプログラムしてやっていくかっていうことについて話していけたらなと思います。大体の物事はそうだと思うんですけど、自分は基礎がやっぱり重要かなと思います。ピラミッドを想像してもらったら分かると思うんですけど、やっぱり基礎というか下の土台の部分が大きいピラミッドほど上に大きいピラミッドを作れるように、今回の自転車特にロード競技っていう持久系スポーツで考えると、エアロビックな能力のキャパシティを大きくしていくっていう、そのまあベースを大きくしていくっていう作業が、今の自分にとってはかなり重要な部分になるのかなと思ってます。で具体的にどうするのかっていう話になると、今から数日間はまあ、いわばトレーニングの準備期間として設けようかなと思います。その期間で何をするのかっていうと、やっぱり2年間も自転車に乗ってないとかトレーニングしてないってなると体の歪みが出ていたりだとか、実際にこうポジションの調整であったりとかクリートの位置の調整っていうのが必要になってきます。そういったところも含めて、感覚のチューニングであったりだとか物理的な調整っていうのをする期間を設けたいと思います。それから後は、まあ2週間ほどですね、自分の好きなように乗るっていう期間を設けたいと思います。なぜこのような期間を設けるのかっていうと、これはまあどのスポーツにも当てはまると思うし、かなり大切なことだと思うんですけど、やっぱりその、まあ、自転車において言うならば自転車の楽しさっていうのを忘れてしまうと、やっぱり走れなくなってしまうというか、まあ、競技なので辛いことはもちろんあるんですけど、その中にもやっぱり楽しさを見出していかないと全然気持ちが乗ってこないし、まあ、走れなくなるっていうのは自分の競技経験の中でもありますし、まあ、他の選手を見ていても思うところではあります。で本当はやっぱりベースを伸ばしていくトレーニングっていうのは、まあ、いわゆる LSD であったりだとか、まあ、こう緩めのメニューを入れながらのロングライドっていうのが基本になってくるんですけど、まあ、自分が今浪人生という立場上勉強しないといけないし、まあ、時間的制約もあるので、まあ、乗れてやっぱりこう週に、まあ、7時間から10時間ぐらいかなっていうのがあるので、まあ、そこはローラーに乗るっていうのはまあしょうがないかなっていう感じです。ただまあローラーに乗る中でもこう、まあ、自転車に乗ることにまず慣れるっていう点も含めて気分で乗る日を定めたいと思います。例
例えば今日はなんか気分的に踏みたいなっていう日は踏むし、今日はなんか気が乗らないなっていう日はもう本当にダラダラ乗り続けるみたいな感じです。でその期間の中で、まあ、Zwiftとかを活用しながら自転車の楽しさっていうのをまた見つけ直していくっていう作業をして、具体的には2週間後を計画しているんですけど、 FTP 計測をしようと思ってます。っていうのは、まあ、自分は今パワーメーターも使っているし心拍計も使っているので、まあ、そのデータを利用しない手はないし、まあ、ローラーでのメニューがほとんどになるので、やっぱりこう数値的な目標も欲しいなっていうので FTP を計測しようかなと思います。で、まあ、FTP を計測した後もいきなりそんなきついメニューを再開するっていうわけではなくて、やっぱりこう限られた時間の中でもベース上げていくっていうトレーニングはある程度可能だと自分は考えているので、まあ、そういったメニューをこなしながらちょっとずつ上げていくっていうイメージでやっていこうかなと思ってます。いやー、FTP 計測の辛さをまた経験するのかと考えると、もう本当にため息しか出ないし、しかも自分がローラー大嫌い人間なので、まあそれをそのローラーの上で FTP 計測をするなんてことになると、もう本当にかなりきつくてですね、まあフィジカル的なチャレンジというよりかはどちらかというとメンタル的なチャレンジの気がします。ただ乗り越えるしかないので、まあ、2週間後に僕が苦しむ動画を一応出す予定ですので、そちらの方も楽しみにしていてください。はい、というわけで今日、まあ、初日のローラーの練習が終わったんですけど、まあ、結論というか、まあ、感想からするとこう、まあ、予想以上、まあ、予想はしてたんですけど、その予想以上に弱くなってるなっていうのがあって、まあ、これを取り戻すのにはかなり時間がかかるだろうなっていうのと、まあ、あとは、まあ、そうですね、懐かしい感覚というか、こうペダリングの感覚、あとはこう呼吸心拍数が上がるような感覚っていうのがかなり懐かしくて、まあ、それと同時になんかこう自転車をしてた頃の記憶とか、こういった思い出があったなみたいなのをずっと考えながら、まあ 3,40 分ローラー乗ったっていう感じですかね。まあここからどうぞまあ自分なりの理論とそのトレーニングを構成プログラムしていって、まあある程度強くなっていけるようにしたいなと思います。またどんどん随時自分のトレーニングの様子とか、まあなんでこういうことしてるのかっていう動画を上げていく予定ですので、皆さんぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。